ルーシー・ハラデツカは、チェコプラハ出身の女子プロテニス選手。2011年の全仏オープンと2013年の全米オープン女子ダブルスで、アンドレア・フラバー・チコバと組んで優勝した。2012年ロンドン五輪の女子ダブルス銀メダルも獲得している。自己最高ランキングは、シングルス41位、ダブルス4位。これまでに WTA ツアーでシングルスの優勝はないが、 ダブルスで22勝を挙げている。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。身長177センチメートル、体重72キログラム。フラデカの表記揺れも見られる。チェコ語ではルチエフラデツカーが近い。ハラデツカは父の手ほどきで4歳からテニスを始め、2004年にプロに転校。しばらくは ITF のサーキット大会での下積みが続いた。 四大大会には2005年ウィンブルドン選手権から予選に挑戦し始めたが、なかなか予選突破できず、四大大会シングルス初出場は2009年、全仏オープンであった。シングルスでの四大大会は2回戦進出が、最高成績の原でかだが、ダブルスでは2011年全仏オープンで、アンドレア・フラバー・チコバと組、ノーシードから決勝に進出、サニア・ミルザ&、ンド。 エレーナベスニナグミウ64、63で破り4大大会ダブルスタイトルを獲得した。2011年11月のフェドカップ決勝では2勝2敗で迎えた最終試合のダブルスでクーベタ、ペシュケと組ロシアのマリアキリレンコエレーナベスニナグミウ64、62で破り、チェコは23年ぶりの優勝を果たした。 2012年全豪オープンでもフラワーチコバとのペアでベスト4に進出している。シングルスはランキングを100位以下にまで落としていたが、2012年5月のマドリード大会では予選から勝ち上がり、3回戦でペトラクビトバを6-4、6-3、準々決勝でサマンサストーザーを7-6、7-6で破り、プレミアマンダトリーの大会でベスト4に進出した。準決勝は、 セリーナ・ウィリアムズに67、06で敗れた。2012年ウィンブルドン選手権では、フラワー・チコバとのダブルスで4大大会2度目の決勝に進出した。決勝では、セリーナ・ウィリアムズビーナス・ウィリアムズ組に57、46で敗れ準優勝となった。ロンドン五輪でオリンピックに初出場。女子ダブルス準決勝で第1シードのリサ・レーモンド リーゼル・フーバー組を61、76で破り、決勝に進出した。決勝では、ウィリアムズ姉妹組に46、46で破れ、銀メダルを獲得している。全米オープンでも決勝に進出し、サラ・エラニアンドロベルタ・ビンチ組に46、26で破れ、ウィンブルドンに続き準優勝となった。最終戦の WTA ツアー選手権にも出場し、ダブルス決勝で、マリア・キリレンコ ナディア・ペトロワ組に1から6、46で敗れ、準優勝となった。2013年前後オープンでは、フランキシェイク・チェルマクと組んだ混合ダブルスで決勝に、進出した。地元オーストラリアのヤルミラ・ガイド・ソバマシュー・エブデン組に36、57で敗れ、準優勝となった。全仏オープンでも、チェルマクとの混合ダブルスで決勝に進出し、クリスティナ・ムラデノビッチ&、 ダニエル・ネスター組を16、64、16で破り優勝した。全米オープンでは、フラワー・チコバとのダブルスで2年連続で決勝に進出し、オーストラリアのアシュリー・バーティアンド、ケイシー・デラクア組を67、61、64で破り優勝した。2016年8月のリオゴリンで2大会連続のオリンピックに出場した。アンドレア・フラワー・チコバと組んだダブルスでは3位。 決定戦で、同じチェコのルーシー・サファロバーバルボラ・ストリコバ組に5から7、1から6で敗れたが、ラデック・スティパネクと組んだ混合ダブルスでは3位。決定戦で、インドのサニア・ミルザーロハン・ボバンナ組を6から1、7から5で破り銅メダルを獲得した。W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。